皆さんご無沙汰しております。千葉県勝浦市のオートバイ店サイクルクラフト純です。今日はこちらの原付バイクの修理の動画をお見せしようと思うんですけども、動画のタイトルにもあったのですが、今私ハンドポケットに手を突っ込んでおります。ちょっとこれには訳がありまして、これからご説明しようと思います。まあ、簡単に言うと肩を怪我しました。ね、あの腱板断裂という状態で、あの、まあ、肩の自由度がだいぶ低く、万歳ができないんです今、はい。で、スポーツとかだけではなく日常生活でもちょっと支障をきたしているので、きちんと治そうと思いまして、東京の、日本一と言っても過言ではない肩の名医がいるんですけど、そちらの先生のところに行って手術をしてもらうことになりました。そちらが来月になります、ね、来月手術をしてもらうので、その後しばらく多分右肩動かすことできないと思うので、今のうちから、左手のみでどこまでの作業仕事ができるのかを試しているところです。はい、それでは片手手術ちょっとやってみようと思います。はい、こちらのバイクなんですけども、まあ、お客様からエンジンがかからなくなってしまいましたということで、修理を依頼を受けました。スクーターのエンジンの始動は、まあ、エンジンがかかった瞬間に飛び出さないようにという安全装置のためにブレーキを握った状態でないと、スタートボタンを押してもあのセルモーターにはありません。なので今この状態、こうブレーキを握った時にブレーキランプ全く点灯しません。右もです。で、ほぼほぼこれが原因ではないかなと思われるので、これから、ブレーキランプのスイッチをチェックしていきます。お客さんちょっとキックのやり方はよく知らなかったのであのできなかったようなんですけど、先ほど僕はあのキックでエンジン始動を試したらもうすぐありましたので、エンジン自体は故障はしていないようです。はい、でじゃあこれだったらキックでかかればあとは乗れるじゃないかと思うかもしれませんけれども、今この状態だとブレーキをかけてもブレーキランプが点灯しない、ね、急ブレーキをかけても後続車には何の合図もいらないので、ブレーキランプがつくようにしなければいけないので、この直していこうと思います。はい、片手でできるかな、ね、修理の質を下げるわけにはいかないので、これは無理だと思ったらちょっと両手使うんですけど、ちょっとこれから片手でできなきゃいけない状況になってしまうので、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、お時間いただいているのでちょっと頑張ってやってみようと思います。まずミラーを外そう。スパナスパナ、まずミラーを外します。ドライバーを左手で使うのってたまにやるけど、基本的にはあまりないので難しいな。こう取る、すごくない？この取り方。すげえ、片手でこういくみたい。よし、前。もう厳しいのこれ。うん、落ちた。外さなきゃ。取れる取れる。ネジ落としました。これはマグネットで取ります。危ねえ危ねえ。よし。ああ、ギリ取れた。中の落ちなくてよかった。よし。いける。よし。そして、このフタを外
外して、はい、フロントカバー取れました。そして、ブレークス、これがまあ固着しているとちょっと片手じゃ無理かなって気もするんだけど、やってみよう。いやちょっと厳しいかな、やっぱり片手が。やっぱり無理かな。なんださあ、どうする。両手を使えばなんてことはない。これを片手でやろうとするにはどうしたらいい。1ヶ月後はこれがリアルになるんだから、修理の基本、ああこれできねえやと思ってやるとできない、できるできる余裕と思ってやるとできる、よくある。取れた、よし、1個取れました。こういう部品です。ここがブレーキのスイッチです、ね、ブレーキレバーを、離している状態だと、ここが普段はブレーキレバーで押されていてスイッチがオフになっています。ブレーキを握るとここが離されてブレーキスイッチがオンになって電気が流れて後ろのランプがつくんですけれども、多分このスイッチがまあ潮風とかでやられて接触不良を起こして今スイッチがオンにならない状態ではないかと思います。はい、外からチュッチュッと油をさすとなることもあるんですけれども、またなってしまいやすいし、ちゃんとした修理をするので、交換もしくはこちらを分解して直すこともできるんですけど、ちょっと片手だと厳しいかなというのが正直なところです。やれそうだったらやってみます。お、いけたか。やった、取れた。はい、さっきと同じものです。左右1個ずつあります。はい、それではせっかくなのでこのブレーキスイッチを直していくところもお見せしようと思います。スイッチ分解していきます。このグレーのカバーと黒いカバーの2段重ねて中に金属のスイッチが入っているので、まずこのグレーのを外すんですけど、この四角の部分が爪になっているので、いや、無理かな、片手じゃやっぱり。これは無理か。無理ですね。じゃあ、今日は両手でやります。そんで、そうだな。私が、本当に片手しか使えない最中の場合は、部品交換、あ、そうか、中古で少し用意しておけばいいのか。ね、で、古い部品を下取りみたいにして、出来上がってるスイッチで対応すればよいと。こういう感じで抜けます。まずグレーの部分が抜けます。はい、この辺まで抜けば十分です。はい、次、この黒いのも、ここが、この辺が、パチンって爪で入っているので、これはね、ここと、ここを爪でこうやって広げながら、こっちにこれを引っ張ると取れる。ね。よいしょ。こうか。で、仕組みで言うと、この二股の線ね、これが普通に、プラスとマイナスって言い方かな、おかしいかな。ここに電気が流れてきていて、ね。この二つの端子が繋がると、電気が流れて、ブレーキランプがつきます。こういう部品が、ここにあるので、これが、バネの力で二股で引っ張ってるんだけど、逆だ。普段は引っ込んでるんだけど、ブレーキレバーを握ってピュッて前に飛び出すと、ここの金属部分がこの先端に当たるので電気が流れて
ブレーキランプがつくという仕組みです。このそうね、これでこれがあの本当はピカピカのあのちょっと金色の金属のコネクターなんですけど、ね、潮風でこう錆というか、ね、緑青といわれて緑色のこう腐食をしています。まだ表面上だけなの、薄く表面が腐ってるだけなので磨いて使えると思います。サンドペーパーです。こういう感じで先端がきれいになりました。はい、次にこの部品ですね。これもちょっと今分かりにくいんだけど、この真ん中のね、ここ緑色のとこ、本当は金属でピカピカなんです。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこういう感じで、はい、先端はきれいに磨けたので組み付けていきます。まずこのステーというかボディというか、これをこのようにこういう状態ね、こういう状態、はい、でここにこの部品が入ると、はい、そうするとね、分かり、あ、これなら分かるね。普段はこうなっています。電気流れていません。ブレーキを握ってこのボッチが飛び出すとこうなって電気が流れます、ね。はい、この作業を片手でやろうとしていた俺ってどうなんだ。これ片手でできたら神でしょう。はい、でこれをかぶせるのは、はい、パチンとかぶせて、でこっちのグレーのもバチンとかぶせて、はい、これで出来上がりです、ね。で、あとはまた腐食防止のために、ね、スプレーを、オイルスプレーをチュッチュッと入れとけばなおいいでしょう。はい、これでもう導通するはずです。はい、はい、じゃあもう一個同じ作業をしてその後組み付けに入ろうと思います。はい、それでは、ブレーキスイッチ2つとも修理できたので組み付け直していこうと思います。ここからはじゃあまた片手縛りで左手1本でいこうと思います。よし、ではまず、片手だからとかではなく普段の修理みんなそうなんですけど、いきなり全部組み付けて全部部品も付けてからあれやっぱりダメだったってことはあり得るので、まずはチェックからです。まずこっちのスイッチ片手で、やっぱちょっとせっかくだから作業してるとこお見せしようかな。片手でバイクこうやってできる。よいしょよいしょよいしょ、この辺か。おい、じゃいいじゃん、ね、よし、いきます。はい、ね、このコネクタをこれにつなぎます。片手でいけるよ。はい、できた。はい、でこのコネクタのこのスイッチの先がここに刺さります。こっちから回した方がいいな。よし、ちょっとハンドルの奥を配線取り回して、あ、つまりこの、今この時点でランプついてます。後でお見せします。で、これをここに差し戻すと、よし、キーでカバーかけて、反対側、あんまり奥張ってるのだと、ああ、これ奥張ってんな、まだ。やれないかもしれない。あ、いけるいける。これを指で押さえて、違うな。ある程度位置を合わせて、わあ、やりづら。これ、これちょっと片手厳しいな。この辺。よし、よし。はい、入りました。んで、
ハンドルの裏を通して、はい、こうか、よし、できた。で、それをブレーキレバーのホルダーの取り付け穴に、あ、そうだ、そうだ、あと、ついて、あ、ついてない、あ、じゃあ、ワン、ついてない、ついてない。よし、取り付けますと、OK。はい、で、カバーです。はい、と。はい、で、あとはフロントカバーとミラー取り付けるだけなんですけど、一応、始動のチェック。まず、右ブレーキレバーを握ってスタート。そもそもバッテリー弱いので、あとで充電してあげよう。左ブレーキレバーのチェック。膝で押してボタンを押す。ガーッ。あ、違う。よし。とりあえず、スターターに入ろう。うっさいな。スターターの回路、はい、修理できました、うん、じゃあ外装を取り付けていこうかな。よし、で、これをつけます。うん、パチンってはまるタイプだからとりあえず固定されて、あとはネジを締めるだけって状態なのでなんとかなるんだけど、もう手で押さえながらネジで止めなきゃ止まらないようなタイプだと難しいかな。さっき落としたネジ気をつけないとな。よし、この状態から落とさないようにそーっと取り付けます。状態だとこれミラーの向きが微妙にずれているので微調整をしていきます。これが、スパナを2本使ってネジを締め合わせなきゃいけない作業なので、さあ片手でできるか。よし、いいだ。これ、一番難易度高いかも。OK。よし。ブレーキスイッチの交換作業は、片手でもできることが分かった。ちょっと待ってくださいね。こういう感じです。ね、さっきはついてなかったです。よし、次、バッテリー外して充電してあげよう。バッテリー片手でいけるかな。よし。ああ、ちょっと。
じゃあまずマイナスの端子外します。じゃあ今スカモさ、片手でやりにくいプラスカメラに映り込まないように手元が見えるようにするっていうダブルのハンデを与えてるんですけど、よし。で、この中のナットが外れて落ちることがよくあるので、まず先に軽くつけておきます。よし。で、こっちプラス端子。普段だったらこれで最後までね、ドライバーで行くんだけど、なんか落としそうだから、最後は、硬かったかな？手で行って、はい、そーっと外して、付け直して、よし。で、これを充電器にかけます。こんな感じです。充電中です。それではバッテリーを取り付けていこうと思います。さあ、片手でできるかな。こうして、いや、やりづらいか。で、これを外して、この状態までいっちゃえば大丈夫だな。プラス端子を切る。よし。よし。そしてバッテリーを切る。まず始動してみようか。エンジン、スイッチオン。とわお、バルブカーボン噛んだぜ。これはピックの方がいいな。片手で、スロットル全開ってないな。スロットル半分。ピック、よし。スイッチ。よし、じゃあエンジン始動します。編集する気満々だな。ブレーキ握ってスロットル開く。よし。はい。それでは蓋を閉めて。そうしたら、このバイクを、外にお出ししなければいけないので、こっちもチャレンジしてみようかな。はい。あ、今右手使いました。ごめんなさい。よし。じゃあこれを外に運ぼう。そもそもこれオートバイを中に運べるかをちょっと試してみたいと思います。オートバイ中に出るんでいきます。そしてなぜかバックの方がやりやすい仕事できるな。ではこれで今日の動画を終わりたいと思います。
こんな感じでお客様にはちょっとご迷惑をおかけするかもしれませんが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。